川上龍介くんです。次は、あ、こういう人の彼女ってどういう気持ちなんでしょうね。今回は番組の予算の関係上ライトを少々削っております。聞いてんの人の話。こんにちは、川上です。テレビは全く見ない人間なんですが、自分がテレビに出るということで今日から少しテレビを見ようと思ってます。自分の曲に関してですが、ずっと一人だけで録音していますので、アレンジがワンパターンになってしまうのが今の悩みです。やっぱ予算厳しいからスタッフもおにぎり1個だそうですよ。お弁当大変ですね。やっぱこういう人の彼女になりたいな。私聞いてないだろ俺の話も。聞いてる。